こんにちは、日本粉もん協会会長の熊谷真奈です。今日はあの境港の駅前にやってきました。私はあの文化庁の100年フードの、ま、認定の、お手伝いとかそういう食文化の保護と継承の、活動してます。あの昨年ですね、ロシアン佐藤さんに、日本粉もん協会女子部コーチになっていただきまして、今日は彼女と一緒にいろいろ食べ歩きたいと思います。はい、日本粉もん協会女子部コーチ大食いクリエイターのロシアン佐藤です。よろしくお願いします。お腹が空いたらモンスター。実は境港は、まあ、海の幸も山の幸ももうすごく美味しいものがいっぱいということで、はい、今日はモロシアさんともう全て食べ尽くしたいと思います。はい、しかもね、今年は、うん、なんと水木しげる先生生誕100年あ、はい、3月にが来ましたので、なるほど、はい、もう町中ですね、もうこのお祝いのムードになっています。あ、なるほど、はい、水木しげる先生といえば、私本当小さい時からこの水木しげるロードは何回も家族で来てて、なんかちょっと怖いけど楽しいみたいな、可愛さとちょっとの怖さが絶妙で、はい、子供の時からすごく来るのが毎回楽しい場所でしたですね。実はですね、あのコロナになってうちもあの YouTube チャンネルを充実させたいと思いまして、あのロシアンコーチご指導のもとですね、あの日本粉もん協会チャンネルもあの去年から力入れて一緒にも出ていただいております。はい、あの本当に粉もんの美味しさ楽しさを、うん、こうみんなお家でもやっていただきたいというのをロシアンコーチがですね、もうたくさん作ってたくさん食べていただいているので、あのぜひ皆さん見ていただいて登録といいねをお願いしたいと思います。はい、そしてまあ皆さん言わずもがなですが、本家本元、はい、大食いのコンテンツをメインに食べる幸せっていうのを届ける、お腹が空いたらモンスターっていうチャンネルをやってます。私もでも熊谷会長が本当に食に対する熱い思いをたくさん私に伝授してくださるので、一緒に学ばせていただきながら YouTube やらせていただいております。はい、今日もしっかり食べて学びましょう。はい、はいはい、行きましょう。境港にレッツゴー、行ってきます。行きます。ちょこちょこね、銅像がありますよ、ね、そう、この、ね、水木しげるロードっても大人気ですよね。かわいいですよね、この像。なんかなかなか進めない。写真撮ったりして、いっぱいこうやって撮っちゃいます。なんかいい匂いしてきました。本当だ、なんか、あ、動いてる、なんだろう、すごいです。デコまんじゅう、入りましょうか。はい、おせんべいも可愛いし。気になる。めっちゃいい匂い。え、可愛い。すごい。あ、今焼けてる。可愛い。なるほどね。すごい。本当に2個ずつ。2個ずつが可愛いですね。めっちゃ可愛い。そうで。ください。はい、やった。私もください。やった。あれだ、キタロウの、キタロウの食器の色がめっちゃ可愛い。これ何でデコまんじゅうなんですか？あ、こっちの地域では結構これをこういう。あんこの入っていないおまんじゅうのことデコまんじゅうという形で、なんか七福神の形だったりとか、そういうね、あの違う地方とかこちらの地方で結構出てることがよくある。なるほど、かわいい、ね、ここでもこの形はここしかないですね、絶対。オリジナル。めっちゃいい匂いですよね、これ。めっちゃいい匂い、どっかで食べたいな。この大きさがまた可愛らしいですね。そうですね、でなんかこういうちょっとここに来ないと買えないものとかあるのいいですよね、やっぱり、ね、本当に。でもなんか水木先生はいつもなんかみんな子供の時は妖怪だったみたいな。そう、ロシアンさんもちっちゃい時結構なんか、いや私も走り回って、そう
ですね、なんならずっとお腹が空いたらモンスターって言ってるし、私今も妖怪って。そうだね、でもこの妖怪はめっちゃいい妖怪だ料理もうまいし、いっぱい食べる、人を太らせる妖怪、そう、人を幸せにする妖怪、はい、ご飯食べるのが好きになる妖怪やらせていただいてますので、よろしくお願いします熊谷さんは、うん、何妖怪ですか？私もご飯を食べて店の人と一緒に喋りまくる妖怪なんかこれ次の店のようですよ、神戸ベーカリー水木ロード店、なんか趣のあるパン屋さんです、はい、ですね、パン屋さんですよね、きっとね、パン屋さんですよね、え、でめっちゃ怖いですか、これこれだ、これが妖怪、北郎コナモンです。北郎コナモン。わあすごい。もう勢ぞろいしている。北郎と猫娘、うんうん、ネズミ男、一旦もめん、粉木じじい、綱掛けばばあ、塗り壁。やったすごい全部分かったぞ。はい、すごいぞ。すごい。売ってる。1個ずつありますね。ますね。あ、シュガーパイなんだ。これ美味しそう、バニラクリーム。結構厚さがありますよね。それぞれ違うタイプで面白い、うん、この塗り壁のブツブツがちゃんとなってるのすごい好感度が高いですよね。バッグでしょ、これね、多分あれですよ、水木先生描いたやつ、すごい、かわいい、北郎パン屋さん、なんだっけ、はい、あの7種セット1つください。じゃあ、このくらい決めますね。あ、嬉しい、ありがとうございます。無理やり入れてもらいました。トロクロが欲しいから。いいですね、これ。かわいいですね、これ。ありがとうございます。面白かった。すごい、中がすごい凝ってる。妖怪食品研究所。すごくないですかこれ、めちゃくちゃリアル、リアルすぎるね、これ。あ、でもね、西雲堂さんじゃないですか、和菓子の有名な店ですよ。そうなんですね、はい、ちゃんと真面目なお菓子なんですよね、真面目、ね、真面目な和菓子屋さんですね、はい、あ、これやりたいです、記念写真、あ、やりたい、やりましょう、やりましょう、これちょっと撮りたいですね、撮りたいです、ありがとうございます、また白衣、白衣着てあるから余計リアルだ、確かに考えてもやったやった妖怪になってますか、目玉親父的に撮りたい、うん、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ、ちょっと、はい、こんな感じで行きます、ピタロー、なんだかいっぱい買いましたね、買いましたよ、早く食べたい ね、お、あ、たこ焼きありますね、やっぱりね、寄らないとね、たこ焼きはやっぱダメですか、寄らないとたこ焼きは、やっぱりね、知っとかないと、知っとかないとダメです、はいはい、じゃあこうします、会長の血が騒いでおります、こんにちは、こんにちは、どうもどうも、だからあれがだんだん私目玉エイジになりました、高見湊ですから、はい、今日はそればっかりなので、確かに、はい、ネットちっちゃい方ですよもうかかってた、本当はね、お客さんが、はい、ありがとうございます、どうも、わー、やった、増えた、増えた丸いもんが多いですね、多いですね、多いですね、妖怪ラテ、おでんかわいくないですか、はい、おでんか、三田もめんがめっちゃリアル、三田もめんと塗り壁のこんにゃく、そうだ、あ、本当だ、足が生えてる、かわいい、かわいい、これ食べたいです ね、 食べたいですね、ここにあるのかな、ね、この奥 50m、 はいはい、行きましょう、すごい、ああ今度なんか看板の妖怪が、あ、塗り壁でかいでかい、でかいです、これ本物みたいに、これぐらいなのかな、ですよね、あ、すごい、なんか作り物だけど上手に作ってますね、すごい、強そう、強そうか、楽しそう、はい、ということで今日買ったものたちを並べてみました、ね、いっぱい買いましたね、本当、
早く食べたくてしょうがない。しょうがない。かわいい。休憩どころと、なんかここでしかなんか飲めないラテとか、なんかあと、なんですけど、はい、お玄関とかさっき見たやつを変えたりとかするみたいな。やった、はい。こんにちは、いらっしゃいませ。あ、こんにちは、ありがとうございます。今ねラテは持ってくるんですけど、はいはい、その前にまず妖怪のクッキーでーす、はい、あーすごいすごい、あめちゃくちゃかわいい、これわかりやすいですね。あったかくなるとクリームソーダにトッピングとかもできるんですけど、今ちょっと寒いので単品で、確かにこれ乗ったクリームソーダいいですね。美味しそう。今度はですね妖怪のおでんかんでーす。はい、パッケージはね5種類あります、はい、中はねみんな同じようになっておりますので、お好きなものを選んでいただければと思います、ちょっとこれ食べますか、はい、いただきます。いただきます。うん、おいしい。え、結構上品な和菓子です、うん、まさにザ・練り切りですよね、うん、これね、お豆の風味と、ね、あんこも合うし、あの緑茶が欲しくなります。そうですね、はい、お待たせしました。何ですかそれは。妖怪ラテになります。すごい。あ、今日は寒いので、うん、あったかいので、はい、ありがとうございます。コースターがめっちゃかわいい、はい、コースターもね必ずついてまいりますよ。すごい、これ持って帰りたくなるコースター。まあ、これお土産にしたいわ。いいですよね、かわいい。あー、おいしい。たまります。これ食べますか、これ。食べましょう。この焼きたてだった。卵の風味がちゃんとしてて、ふわふわね。子供ちゃんにすごい。好きな、ね、子供ちゃんが好きとの味してますね。甘さもそんなにすごく甘すぎずで、うん、ちょっとこれ気になります。さつまいもと、あ、はい、ネズミ男、ネズミ男、さつまいもペーストとカスタードクリーム、はいはい、ネズミ男めっちゃ可愛いです。イタモメンデで、イタモメンパイ、イタモメンパイ、はい。ではいただきます。めちゃくちゃさつまいもの味がします。でもカスタードクリームが入ってるんで、ちょっとなんかスイートポテトみたいな、おいしい。半分ぐらい食べます。ね、一口が大きいですもんね。もうこれ今多分ネズミ男は3口で終わるぐらいですよね。はい、本当に大きいお口なの。パイになってる。パイだらけ。取れてる感じ。取れてる。ちょっとここに来てみたら。わー、大きいですね。あ、まだほかほか。まだ甘い。湯気が温かいです。もちっととろっと、ね、ちょっとあっさりめな感じで、じゃあこれをどうぞ。中は一緒だそうですが、はい、私じゃあこれにしようかな、はい。かわいい。結構ミニサイズの、ね、なんかこれはちょっと嬉しいって。衣装用にもこれ置いときたくないです、確かに、ね、ただなんか大変な時でもこれを見て、なんかニコニコできますね。ニコニコ、手の目のもう目に刺す。見て見て。いただきます。
私聞いてます。見てください、フォークで目です。無理かべ、そういうことね。さすが出汁がすごい、うん、効いてるよね、うん、もう本当に美味しい。お土産用に用意したので、うん、今言われてるように汁が入ってないんですよ。そういうことか、なるほどね、はいはいはい、持って帰るのに汁が入ってると重たいじゃないですか。確かに、でもすごい味が染みてて、おつゆなくてもすごい美味しいです。ありがとうございます。射的ありますよ。おー、射的ね、5回もできる。うちお父さんが身長が高くて180センチぐらいあったんですよ、だからずるいんですよ。こうやったらめっちゃ近いから、もうほとんどすごい勢い。めちゃくちゃ真剣じゃないですか、乗り出し方。めちゃくちゃあれが撮りたい。あー、そう、裏に近づいた。もう一回やろう。取りやすさ、すごい。ミニピーチばっかり。かわいい、かわいい。あんなあるんですよ、それ。私ミニ、私他のも落としたと思ってました。ミニピーチしか落としない。だからミニピーチロシアになったの。ちょっと、佐藤どっか行っちゃった。今すぐ。めっちゃ真剣に。楽しかったでしょ。すごい、砂丘の砂で作ったフィギュア。すごいな。砂像ですよ、砂像。鳥取砂丘ですか。鳥取砂丘の砂ですよ。すごいじゃないですか。これなんですか、ラムネ。え、何、飲み物。これお水なんですけど。あ、お水です。お水なんです。わざわざ、はい、これ、これめちゃくちゃ可愛い、アメコミみたいですよね。ね、あとね、皆さん詰めて。え、かわいい。これすごいですね。私銭湯が近所にあって、あ、そうですか、はい、じゃあこれ持って行ったら、その銭湯ケロリン置いてあるんですよ。じゃあ持って帰らないでくださいって怒られる。これ違いますって。この目玉のエイジがね、マイケロリンですって言わないといけない。そうです。え、でもかわいい、これいいな。でかこれ、めちゃくちゃさ、なんかこう、あー、この子がいい。すごいもちもちしてます。観光案内所ありますね、ですね、ここ。ちょっと見てみましょう。あ、これ見て、いったもめん。え、かわいい。はい、はい、洋館だ。え、リアル、リアルってなんかちょっとおかしい日本語かもしれないですけど。でも綺麗に再現されてます、うん。めちゃくちゃ綺麗ですね。ね、あの、いったもめんの洋館って売ってるんですか。はい。あ、かわいいサイズ感で、いいですね。わ、ずっしり、結構やっぱ羊羹だからね、うん、なんかいい、本当の羊羹なんだ、うん、これどういう経緯で生まれたんですか。そうそう、なんかね、妖怪のなんか人気投票を昔したら1位になったことがあって、うん、そうなんですね、はいはい、それでもう一旦もう、そうなんですね、はい、境港妖怪ですもんね、これ。そうか、そこ妖怪の妖、確かに。じゃあこれ、まあ一旦もめんだし、一旦買っときましょうかね。一旦、はい、はい、お土産に、はい、お願いします。